日本で発覚した学校の教科書採用をめぐる教科書会社と教科書採用担当者との間の増収は異事件である。この時期までの学校教科書は検定制だったが、この事件をきっかけに国定教科書となり、それが第二次世界大戦まで続いた。明治期の学校教科書は当初認可制であった。その後、政府が1886年に、 教科用図書検定条例を定め、翌1887年5月に教科用図書検定規則を定めたことで、教科書会社が発行した教科書を検定する制度が実施されるようになった。当時の小学校教科書は、各道府県ごとに審査員を配置し、道府県単位で検定された教科書の採択を行うようになった。そのような状況の下で、 教科書会社による採択働きかけや売り込みなどの活動も激しくなっていった。教科書採択をめぐって不正行為があるという疑惑はたびたび新聞市場で取り上げられるようになった。1902年秋、教科書会社の一つである普及者の社長で元茨城県市販学校長の山田定三郎が列車内に自分の手帳を置き忘れた。手帳に 贈賄の事実関係が記されていたことから事件が発覚した。同年12月17日、当局は教科書会社の金光堂、普及者、修営堂、文学者など24箇所を一斉に捜索、金光堂社長、原良一郎らを検挙した。これを皮切りに、贈収賄事件の一斉摘発が進められ、栃木県知事、溝部惠地や新潟県知事か田わ文 文部省の担当者、府県の採択担当者、市販学校長や小学校長、教科書会社関係者など、40道府県200人以上が摘発された。うち152人が余震に付され、116人が有罪判決を受けたが、冤罪も多数含まれていた。また、教科書疑獄事件に関係した、金庫堂、修営堂、普及者、不残謀。 国密社などが発行する教科書は採択禁止となったが文学者は無罪とされた。教科書疑惑事件発覚以前から文部省は教科書国定化を計画していた。また帝国議会でも事件発覚以前に複数回にわたり教科書国定化の権利が提出されていた。事件の発覚によって政府は一気に教科書国定化を進めることとなった。 事件発覚翌年の1903年には、小学校教科書国定化の法案が成立し、国定教科書が導入された。ありがとうございます。